池田義孝議員の東京事務所が入っているこちらの建物が、えー、衆議院第2議員会館です、えー、現在会館の前は特に物々しい様子は見受けられません先週は多くの報道陣が詰めかけた現場すでに東京地検特捜部が疑いのある議員本人と秘書らに聴取を行っているとみられ報道陣の多くはきょ その情報収集対応にあたる一日となりました安倍派で衆議院比例東海ブロック選出の池田義孝議員は今日もどこにいるのか政治資金パーティー権の収入の一部について去年までの5年間で派閥から4000万円を超えるキックバックを受け裏金にしていた疑惑が浮上しています池田議員の事務所は去年までの3年間で 派閥から受け取ったおよそ3200万円を記載していなかったとして今月8日付で政治資金収支報告書を訂正していますが疑惑発覚後、本人と地元愛知の公職者や党の関係者らとも連絡がつかない状態です一方、愛知県瀬戸市出身の鈴木淳二前総務大臣は在任中。 一貫して派閥からのキックバックがあったことを否定していました。ところが、五年間でありますが、総額で六十万円の派閥からのが派閥から還流されているということがわかりました。秘書が派閥から現金で受け取りまして、その都度私に報告の後、事務所で保管していたものでございます。辞任してから一転今月十五日。 新旧大臣の引き継ぎで総務省を訪れたのに合わせ報道陣に対し派閥からキックバックを受け収支報告書に記載していなかったことを明らかにしました派閥からの活動費としての配られたものと理解していたところでありますのでいわゆる我々としてのキックバックを受け取ったという認識ではありませんでした活動費としての理解認識でいたためにそれゆにより設置資金収支報告書に

そもそも政治資金規正法の所管大臣ではないのかこの鈴木前総務大臣のキックバックは文化発言問題視する意見がさまざま飛び交いましたが鈴木前総務大臣は辞表を提出した14日には CBC の取材の中でこう話していました認識は甘かったということですか、ね、まあ今から言えば甘いと言えるかもしれませんが申し訳ないけどもそういうある面のこれまでの あの文化のところはあったような気がししますし不思議に思っていなかったので、これまでは、それは、くくま,また、鈴木前総務大臣は、今月15日には、こんな発言も。私も地方議員やってましたが、そういったところで、例えば県連とかです、ね、あのからあの、いわゆるあの売上に対して一定の経費分があることはあるんですね。 キックバックは全国に蔓延している文化なのでしょうかこちらは自民党岐阜県連岐阜市支部の収支報告書です自民党岐阜県連は2020年と2022年に政治資金パーティーを開き合わせて2億9000万円余りの収入がありました県連はこのうちおよそ1億3400万円を完付金として 各支支部部に分配しししていましたが少なくくとも5つの支部で正記載されていなかった額が最も大きかった岐阜市支部は2020年に1235万円2022年に1040万円の合わせて2275万円の還付金を受け取っていましたがどちらも記載がなく今月12日付で正しく修正されました。 このほか、少なくとも山形市支部、蟹市第一支部、本寿市北方支部、鴨郡支部で還付金の不記載や少ない金額で記載されていることなどが確認されています。そしてこの人が今日、今年の漢字を裏と発表しました。 日本の中枢の政治がですね裏金まみれであったと裏金を例えば5000万もらった人があったとします何使ったんですかあれ川村市長は裏金の一部が地方議員にも渡っていなかったか税金が何に使われたのかしっかり調査するべきだと主張しましただから裏金を議員間同士で やり取り取するとで鉄の団結を作るとこんな国に住んどってどうするんですか私たち日本人は。